今の音、まさかまた？あんにゃー、メインくん、おはよう。また失敗したの？またって言わないでよ。今回は、ちょっとひどいね。どうやってごまかそうかな。素直に先生に謝った方がいいんじゃない？それはダメ。先生は絶対ダメなの。どうして？それは、早めに言っといた方がいいんじゃない？どうせそのうちバレるし。それはそうだけど、ベイン君なら教えてもいいかな。あのね、私この学園にスカウトされてきたの。スカウト？僕と同じだね。私入学する前から自分で勉強していろいろな錬金術を試してたの。それが学校の人に見つかって。入学する前から？あれ？ちゃんとした資格のない錬金術師が錬金術を使うのって確か違法なんじゃ。それで捕まりそうになったんだけど、学園の人が入学させて特別に教育するからって助けてくれたの。それってつまり、この学園を追い出されたらヒロは牢屋の中ってことだね。明るく言わないでよ。それかなりまずいんじゃ。だったらこんな無茶な調合したらダメだよ。分かってるんだけど、錬金釜を見るとついフラフラーっと。ついって、それで学園を追い出されたら元も子も。だって好きなんだもん。いろいろやってみたいんだもん。でも、わがままな主人を持つと苦労するよ。まったく。はあ、でもそれじゃなおさら見つかるわけにはいかないよね。ベイン君、早く片付けよう。教頭先生に見つかったらまた大変そうだし。器具は壊れてなさそうだね。本当？じゃあ綺麗に戻せば大丈夫かな。でも真っ黒になってるし、よくわからないものが溶けてくっついてるし。大丈夫だよ。研磨剤でお掃除すればきっと。研磨剤か。どれくらい必要かな。2人で作ればすぐだって。考えてても仕方ないし、やってみようか。
いらっしゃい。毎度。これだけあれば足りるかな。そうだね、お疲れ様。いや、これからが本番だけどね。あ、そっか。終わった。思ったより早く済んだね。みんなが来る前に終わってよかった。あとはこの大量のゴミを捨てに行かないと。もうくたくた。ほら、もうこれで最後だから。うん、頑張るよ。あなたたち。ミク、この声は。教頭先生。なんです？人の顔をお化けでも見るみたい。もしかして何か後ろめたいことでもあるのですか？いえ、そんなの全くこれっぽっちもないですよ。私たちに何か用ですか？ええ、最近あなた方のアトリエでよく大きな音がすると聞きましてね。まるで爆発音のように。そうなんですか？聞いたことないですけど。僕たちは。そうですか、それならいいのです。一応注意だけはと思いました。気をつけます。それじゃあ僕たちはこれで。どうぞおいき。はい、失礼し。フィロメール。はい。手に墨がついていますよ。もう少し慎重になさい。今度こそ終わったね。うん、ありがとう、助かったよ。どういたしまして。何？やっぱりさ、無理な調合はやめた方がいいと思うんだ。そうしようとは思ってるんだけど。でも言われたものをただ作るだけの錬金術なんてつまらないし。それで牢屋に入れられたらじゃあさ、こうしようよ。今度から無茶をしたいときは僕も一緒にやるよ。二人でやれば失敗も少なくなると思うし。手伝ってくれるの？うん、フィロの調合は、その危なっかしいけど見てて楽しいし勉強にもなるし。爆発した時の後片付けも早くなるしね。もう余計なこと言わなくていいの。どうかな。それじゃあお願いしちゃおうかな。うん、こちらこそよろしく。